ノルディック複合、速報、渡部暁斗が、銅メダル、個人ラーチヒル。2022年2月15日、20時54分、北京オリンピック、スキーノルディック複合、個人ラーチヒルで、日本のエース、渡部暁斗選手が、銅メダルを獲得しました。個人でのメダル獲得は、3大会連続です。 渡部明人選手がメダルを獲得したことで、北京オリンピックで日本が獲得したメダルが合わせて14個となり、冬のオリンピックで過去最多だった前回2018年のぴょんちゃん大会の13個を更新しました。ノルディック複合個人ラージヒルは前半のジャンプに続き、日本時間の午後7時半から、 10キロで争う後半のクロスカントリーが行われました。渡部明と選手はジャンプで5位につけてトップと54秒差でクロスカントリーをスタートするとすぐに前を滑る2集団に追いつきました。この後3.5キロの手前で先頭に追いつきそのまま集団でレースを進め残り1.5キロ付近では 三人で作る戦闘集団をトップで引っ張りました。勝負は残り1キロを切って、スタジアムでの直線までもつれ、後続から激しく追い上げてきた、ノルウェーの二人の選手との金メダル争いとなりました。渡部選手は最後まで粘りましたが、二人にかわされて、 トップとわずか0秒6差の27分13秒9で銅メダルを獲得しました。渡部選手はソチ大会と前回の平昌大会の個人ノーマルヒルでいずれも銀メダルを獲得していて、今回のラージヒルでの銅メダルで個人では3大会連続のメダル獲得となります。 ふるわなかったノーマルヒルわずか5日間でフィジカル取り戻す5大会連続で出場の渡部明と選手がこれまでで最も金メダルを取りたいと強い気持ちで臨んだオリンピック日本のエースは悲願の金メダルには届きませんでしたが3大会連続でメダルを手にしました渡部選手は 個人ノーマルヒルの前日、ジャンプの公式練習も、すごく不安の残る前日だ。これまでのオリンピックと違うと、今シーズン不調にあえいでいる得意のジャンプの感覚がつかめずにいました。不安を抱えたままの本番は、前半のジャンプで飛距離を伸ばせず、9位にとどまりトップと1分16秒差で、 後半のクロスカントリーを迎えました。渡部選手は鍛え抜いてきた走力を発揮し、トップとの差を45秒以上も詰めただけに完全にジャンプで出遅れたことが、クロスカントリーの失敗とジャンプの感覚をいかにつかむかが最大のポイントだと再認識させられました。 ノーマルヒルの後改めてコーチと意見を交わしたという渡部選手は体の反応が遅くなっていることに気づきました。そこでこの5日間で見直したのがフィジカル面です。体の反応を良くするための神経や筋肉の力の入り方などを意識するため片足スクワットやレッグプレスを使って トレーニングを行いました。成果はジャンプの飛距離にも現れ、前日の公式練習では3回とも1 3 0メートルを超えて、最後には1 3 5メートルと全体で3番目に入り、不調だったジャンプについて、今シーズンで一番いいと調子を戻してきていました。最大の目標の金メダル獲得に向けては、 完全にのめり込みすぎず、完全に諦めたわけでもなく、積極性と消極性の中間にあると、今シーズンが不調だったからこそ、たどり着いた心境を明かしていました。オリンピック個人の最後の最後に、得意のジャンプを取り戻したエース、悲願の金メダルはなりませんでしたが、 堂々の3大会連続のメダル獲得です。後半クロスカントリー1 0トル現地18時57分、渡部明人選手は最後の直線でトップ集団の後方から追い上げてきたノルウェーの選手2人に交わされましたが、27分13秒9のタイムでゴールし、銅メダルでした。 後半のクロスカントリーの結果、金・ヨルゲン・グローバク選手、ノルウェー27分13秒3、銀・エスルー・ロス・オフテブロ選手、ノルウェー27分13秒7、銅・渡部・明人選手、日本27分13秒9、十二位、山本亮太選手、日本十八分十八秒一。 25位、渡部義人選手、日本30分10秒7。31位、永井秀明選手、日本31分12秒9。現地、18時53分、8.5キロ地点で、あるマグヌス・リーベル選手が遅れ始めました。3人となったトップ集団を、渡部明人選手が先頭で引っ張っています。 現地18時48分6キロ地点渡部明人選手が入る先頭集団は4人になって通過しました。4人は先頭を入れ替わりながら前に進んでいます。山本良太選手も9位グループの集団の中につけています。現地18時44分 5キロ地点で渡部明人選手など3人が先頭集団で滑っています。現地18時40分、3.5キロ地点で2位グループがダール・マグヌス・リーベル選手をかわしました。大きなリードはありませんが、渡部明人選手がトップに立っています。現地18時36分、 先頭を走っていたダール・マグヌス・リーベル選手がコースを間違えるミス。40秒近くをロスする形で正しいコースに戻りました。渡部明と選手などの2グループとの差は10秒余りに縮まりました。現地18時30分、当初の予定よりも30分早まり、 現地時間19時30分にスタートしました。2 5トルのコースを4周して争われます。現地の気温はマイナス18.7度とジャンプの時よりもさらに気温が下がりました。最初にスタートしたのは前半のジャンプでトップに立ったノルウェーのダール・マグヌ・スリーベル選手です。 この後ジャンプで2位に並んだ山本亮太選手とエストニアのクリスティアン・イルベス選手が共に44秒差。また日本選手では渡部昭斗選手が54秒差。渡部吉人選手が3分2秒差。長井秀明選手が3分44秒差でスタートしました。 前半ジャンプ終了後、日本選手団は、渡部明人選手。ここに来ていいジャンプができていなかったので、一発いいジャンプを出せてよかった。後半のクロスカントリーに向けて、とにかくいいペースとリズムをつかみ、飛ばしすぎないようにして、金メダルを目指して頑張ります。山本良太選手。 ほっとしているしいい状態にいると思う。後半のクロスカントリーに向けて、ノーマルヒルの時よりいい滑りができればいいと思う。その時よりも集団になりそうなので、まずはその集団に最初からついていきたい。渡部義人選手、いいジャンプを練習でずっと続けられていたので、なんでこうなっちゃうのか。 ちょっと悔しいですね。後半のクロスカントリーに向けて、かなり厳しいところからのスタートになると思うので、早い選手にしっかりついていき一つでも順位を上げられるように頑張りたい。長井秀明選手、練習でもしないような失敗をしてしまったので、緊張があったのかなと思う。後半のクロスカントリーに向けて、 一つでも順位を上げていい形で滑り終われるように、懸命に前だけを追って頑張りたい。前半ジャンプ。現地16時50分。出場48選手のジャンプが終了。は、クロスカントリーのスタート差。1位、ダール・マグヌス・リーベル。ノルウェー139.8ポイント。二位、クリスティアン・イルベス。 エストニア128.7ポイント、プラス44秒。2位、山本良太、日本128.7ポイント、プラス44秒。5位、渡部明人選手、日本126.4ポイント、プラス54秒。27位、渡部義人選手、日本94.4ポイント。 プラス3分2秒。32位、長井秀明選手。日本83.7ポイント。プラス3分44秒。現地16時43分。41人目に渡部明人選手が登場。飛距離135.0メートル。得点126.4で暫定3位。 現地16時42分、40人目で山本良太選手が登場。飛距離140メートル、得点128.7で暫定トップ。現地16時35分、35人が終了。ドイツのマヌエル・ファイスト選手が、飛距離133.0メートル得点。 128.0で暫定トップ。現地16時33分。32人目に日本の渡部義人選手が登場。飛距離118.0メートル。得点94.4で暫定11位。現地16時30分。30人目に日本の長井秀明選手が登場。 飛距離117.0メートル、得点83.7で暫定14位。現地16時18分、20人が終了。フランスのマッテオ・ボー選手が、飛距離127.5メートル、得点103.7で暫定トップ。現地16時9分、15人が終了。 チェコのオンジェイ・パゾート選手が飛距離123.5メートル、得点99.0で暫定トップ。現地16時、前半のジャンプが始まりました。ジャンプは1回で争われ、そのポイントを時間に換算し、後半のクロスカントリーでスタートする時間が決まります。48人が出場するうち、 日本選手は、長井秀明選手が30番目、渡部義人選手が32番目、山本亮太選手が40番目、41番目に、渡部義人選手の兄の渡部明人選手が登場します。ジャンプスタート順。1アルチョヌガルニン、ロック。2アンジェイシュ・チェホビッチ、ポーランド。 サンマルクスビノグラドブス、ラトビア。ヨンジャスパーグッド、アメリカ。ゴチンギスラクパロフ、カザフスタン。六クヨシフミ、中国。七サミールマスティエフ、ロック。八チヤコトボルトラス、イタリア。キビアチェスラフ・バルコフ、ロック。ジューパク・チェオン、韓国。十一、ドミートロ・マズルチュク。 ウクライナ、12オンジェイ・パゾウト、チェコ、13シチェパンク・プチャク、ポーランド、14ガエル・ブロンド、フランス、11アレッサンドロ・ピッティン、イタリア、16ヤン・ビトゥルバル、チェコ、17ビドブル・ホグニク、スロベニア、18ルカ・シュダネク、チェコ、19ジャレット・シュメイト、アメリカ、 20マッテオ・ボーフランス21サムエル・コスタイタリア22ペルトゥ・レポネンフィンランド23テイラー・フレッチャーアメリカ24アルトゥ・メキアホフィンランド25ラファエレ・ブッジイタリア26アントワーヌ・ジェラールフランス27ベン・ルーミスアメリカ 28トマーシュポルティク、チェコ。29エーロヒロブネン、フィンランド。30長井秀明、日本。31ローランミューレターラ、フランス。32渡部義人日本。33フランツ、ヨゼフレアル、オーストリア。34ルーカス・グライデラー、オーストリア。十五マヌエル・ファイスト。 ドイツ36エステン・アンデシェンノルウェー37イルッカ・ヘローラフィンランド38マリオ・ザイドルオーストリア39ヨハネス・ルゼックドイツ40山本亮太日本41渡部ベア・ア日本42エンス・ルーロス・オフテブロノルウェー 43ユリアン・シュミット、ドイツ。44クリスティアン・イルベス、エストニア。4五ヨルゲン・グローバク、ノルウェー。46ヴィン・センツ・ガイガー、ドイツ。47アール・マグヌス・リーベル、ノルウェー。48ヨハンネス・ランパルター、オーストリア。